イギリスの F-35B が墜落したらしいぜ。え？イギリスの？ああ、訓練のために空母から飛び立ったんだが、海に墜落してしまったんだ。お隣じゃあるまいし、何があったのかしら？これは日本の F-35 も大丈夫なのか心配になるな。本当ね。ということで今回は、F-35B の墜落理由についてほじくっていくぜ。それでは皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。2021年11月、訓練のため空母クイーンエリザベスから飛び立った F-35B ステルス戦闘機1機が地中海に墜落したんだ。信じられない事故ね。墜落した F-35B のパイロットは、脱出に成功して無事救助されたと英国防省は説明しているんだぜ。不幸中の幸いだわ。だが、どのような状況で F-35B が墜落したのかについては明かされていないんだ。何か秘密にしてることがある？ああ、F-35 にとって5例目となる墜落事故なので、海外メディアも速報で事故を報じているしな。事故も少ない戦闘機ですもの。国防省は墜落原因の調査を始めたとした上で、現時点で詳細を明らかにするのは適切でないとコメントしているんだぜ。早く詳細な調査結果が欲しいわね。F-35B は垂直離発着が可能な最新鋭機で、日本も導入を計画しているのは知っているだろ？お隣さんも日本に追いつけ追い越せで、導入してるわよね。そうだな。ちなみに1例目の墜落事故は、米海兵隊の F-35B が2018年にサウスカロライナ州のビューフォート基地近くで起こったんだ。パイロットは脱出に成功したのよね。ああ、2例目は航空自衛隊の F-35A が2019年に青森県東方の太平洋上で訓練中に墜落した事故だな。こちらは死亡事故になってしまったのよね。そうだな。3例目は米空軍の F-35A が2020年にフロリダ州のエブリン基地近くで、夜間訓練中に墜落したもので、4例目は米海兵隊の F-35B が空中給油中に KC-130J に衝突して、カリフォルニア州のエルセントロ基地近くに墜落したんだ。そうなのね。海外メディアは同盟国の運用する F-35 の墜落事故としては2例目だと報じているんだな。2例目なのね。日本の航空自衛隊の墜落だけパイロットが亡くなられているがどのようなことが起きたのか気になるな。どうしてなのかしら？それではその原因をほじくっていこう。2019年6月10日、防衛省は墜落した航空自衛隊三沢基地の F-35A 戦闘機について事故内容を発表したんだ。うん、発表によると、パイロットの平衡感覚喪失に伴う人的要因の疑いが強いということらしい。平衡感覚喪失か。ああ、同盟国の運用する F-35 としては2機目の墜落事故で、これは戦闘機の墜落事故としては記録的に少ない実績ではある。そうよね。だが、事故が少ないからこそ目立つというのもあるからな。優秀だからこそ、事故はゼロにしたいわね。航空自衛隊における事故は、2019年3月に初めての F-35 実戦飛行隊を編成したばかりで、その矢先でのものだったんだぜ。まだ編成したばかりだったのね。防衛省が発表したところによると、墜落機のフライトデータレコーダーのメモリーは回収されていないんだ。なんでよ？理由は不明だが、ではなぜフライトデータレコーダーがなくとも平衡感覚の喪失だとわかったのか疑問だよな。うん、そもそも、平衡感覚の喪失とは、専門用語でバーティゴと呼ばれているんだ。バーティゴって U2 の歌であったわね。マニアックだな。バーティゴは、パイロットの視覚など五感による体感と機体の実際の姿勢が不一致になる現象なんだぜ。フラフラしちゃうのかしら？ああ、どんな飛行機でも、そして経験豊富なベテランであっても発生するものなんだ。誰にでも起こり得るものなのね。特に霞んで遠くが見えない状態、雲の中や夜間など、条件が悪いとあっという間に陥ってしまうことがあるのが怖いんだ。怖すぎでしょ。極技飛行チームのパイロットである内海さんは、バーティゴの恐ろしさについて話してくれたことがあるんだ。なんて言ってたの？内海さんによると、バーティゴに入ると計器が水平を示していても全く信じられなくなり、本能の部分では真っ逆さまに落ちていくような気がするのです。しかし本能に従ったならば本当に真っ逆さまに落ちることになるので、恐怖を抑え計器を信じなくてはなりません。と言っているんだ。怖すぎるわ、自分の感覚が信じられなくなるわけね。そういうことだ。バーティゴは戦闘機に限らず、多くのパイロットが経験するありふれた現象でもあるんだな。そんな危険な状態なのに、ありふれた現象なの？ああ、だから、航空自衛隊では、自分の感覚よりも機械を信用しなくてはならないことは必ず教えられるんだ。すごい教えね。もちろん F-35 のパイロットも、バーティゴへの対応は知っていたはずだな。じゃあなぜ、バーティゴが原因だと言われているの？それは、F-35 が故障しない戦闘機だからだ。どういうこと？
F-35 が故障した可能性は、おそらく真っ先に排除されたと思われるんだ。だって故障する可能性もあるでしょ？ああ、F-35 に限らず自衛隊機のほとんど全てには、自己診断装置が組み込まれているのは知っているか？自己診断装置？そうだ。コンピューターが時機の状態を常にチェックし、異常があればパイロットにそれを知らせる機能だな。なんだかカーナビみたいな機能ね。事故機のパイロットからは墜落1分前に、ノックイットオフという更新があったとされているんだぜ。ノック、聞いたことない単語ね。これは訓練の一つの区切りを終えるという意味で、常日頃から使われるものだな。じゃあ、故障してませんよって機械は更新してたわけね。ああ、異常を感知し訓練を中止した可能性は排除できないものの、故障であれば故障である旨を報告することになるはずだ。自己診断装置もついてるものね。そのため、機械的なトラブルがあった可能性は低いと考えられるんだな。そういうことなのね。そしてパイロットによるノックイットオフの報告を、そのまま消息を絶ったということは、ほとんどそのまま海面に衝突したであろうことを意味するんだ。なんだか背筋が寒くなってきたのよ。事実、極めて高い速度から急降下するように墜落していることが明らかとなっているんだぜ。急降下ってやばいでしょ。戦闘機におけるこうした事故においては、二つの主要因が考えられるんだ。二つ？ああ、一つは GLOC だな。また聞いたこともない単語が出てきたわね。GLOC は高い G をかけた旋回時に発生するパイロットの失神を意味する単語だ。運転中に失神しちゃったの？ただし、これは激しい空中戦闘機同時に起こるものだから、ノックイットオフ後に起こったとは考えにくい。平常運行時だったものね。そしてもう一つが、今回の原因とみなされているバーティゴというわけだ。うんうん。F-35 にはバーティゴに陥った場合などに、自動操縦で水平飛行へ戻す機能があるんだ。じゃあ、バーティゴが原因じゃないの？しかし極めて高速で飛ぶ戦闘機においては、バーティゴに陥った認識がほんの一瞬遅れただけで、最悪の事態が引き起こされてしまうものなんだぜ。一瞬の判断ミスが命取りになるのね。ああ、手動で回復することもできない状況にまで悪化してしまうことは十分にあり得るわけだ。戦闘機乗りの怖いところね。実際、高度約9600メートルからわずか30秒余りで墜落に至ったとされているからな。30秒で地面に到達するなんて、とんでもないスピードだわ。前述したが、防衛省は F-35 A 戦闘機が墜落した事故で、墜落原因は水力の喪失や機体構造上の不具合ではないと言っているわけだ。操縦者の空間式失調が原因と言ってるのよね。そしてそれによる急降下が原因である可能性が高いとの報告書を発表しているんだぜ。F-35 はステルス機だけど、訓練時などはレーダー反射板が取り付けられているのよね。そのおかげで今回の事故の原因が特定できたわけだな。うん。また多機能データリンク、リンク16と呼ばれる情報共有ネットワークを持っているため、機体の状況をフライトデータレコーダーがなくともある程度は知ることができたのも原因特定に役立っただろうな。墜落は防げなかったけどね。F-35 を飛ばすという仕事は、パイロットだけのものではなく、一機の戦闘機を飛ばすには何十人もの人がこの機体は安全に飛ばすことができると署名をした上で、初めて実施されるんだ。それだけ責任重大なのね。日常の整備を行う航空機整備員は、飛行の度に必ず署名しているくらいだからな。重圧がすごそう。F-35 が墜落した原因として機械的な故障が考えられない以上、サインした多くの人たちの仕事には問題がなかったと結論付けられることは、極めて重要でもあるんだ。なんだかなんとも言えないわね。もちろん人的要因であったからといって、パイロットの名誉が傷つくことはないんだぜ。誰も傷つかないために、みんなが協力し合ってるのね。そうだな。バーティゴとは地上での生存に適した進化を遂げた人間が、空中に進出したために初めて問題となった、人類共通の課題だ。これを克服するために、人類は多大な犠牲を払ってるのね。2018年には嘉手納基地のアメリカ空軍 F-15C がバーティゴで上海へ墜落したし、航空自衛隊の F-15J でもバーティゴでの墜落事故が発生している。戦闘機とバーティゴは切っても切れない関係性なんだわ。その通りで、残念ながら人類が現在までに得た知見やテクノロジーでは、バーティゴを克服するのは不可能なんだぜ。これらのニュースに対して、様々な意見が届いているから一部紹介していくぜ。お願いね。F-35B は開発が難産だったし、どういう状況で落ちたのかまだ不明だけど、STOVL 機の不安定性はどうしてもあるので、日本も出雲加害の搭載を予定している関係上、この際英米は墜落原因をきちんと究明し信頼性向上に寄与してほしい。原因究明してほしいわね。公海上に落ちたのならロシーにさらわれないよう、引き上げを検討してほしい。
過去四国はユーゴ紛争で初撃墜された世界最初のステルス戦闘機 F117 の破片をセルビア当局から買い取ったと言われたし、昔訓練中に当時最強だった F14 が空母から転落した際に付近の海域へソ連艦が接近した例もある。お隣さんには絶対渡さないわ。F35 って F15 や F16 あたりと比べても、圧倒的に墜落事故が少ないんだけどね。機体に問題がなかったか、確認する必要はあるけど。100% の安全はこの世にないのね。日本近海での四国、ロシア、警告の対日本を想定した軍事活動についての詳細はほとんど報道しないくせに。自衛隊、米軍関連の事故や今回のような導入予定の最新装備品の事故など、国民の不安を煽る報道に終始し、水経路の喜ぶ報道ばかり。報道の自由に甘んじてないで、ちゃんと報道してほしいわ。F35 より J20 の方が優秀なことが証明された。せいせい。うざい発言をするあなたはどこの国の方かしら？地中海ですか？イギリス本国から距離はあるけどこれは引き上げないとまずいんじゃないですかね。空自の F35A が墜落した時みたいにロシアや C 国側はよくば機体の残骸を手に入れようと。ちょっかい出してくる可能性は十分にありますからね。ロシアと C 国をまとめて撃ち落とすしかないわね。このように、C 国やロシア、警告なんかが墜落した F35 を奪いに来るのでは？という意見が目立つんだぜ。盗賊レベルの国だからね。奪われる前に、機体を回収した方がいいだろうな。そのようね。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。